知り合いに彼らのお世話をしている人がいてね、私が練習を見たいって言ったら今日特別に見せてくれるって。どこで練習してるの？南ロンドンの教会だそうよ。ここがその教会か。こんな荘厳な雰囲気の場所で練習しているのね。あ、いたいた。可愛い子たちがいっぱい。こうやって上の子が下の子のお世話をしてるのね。でも練習はすごく厳しいんだろうね。それが練習に参加するかしないかは個人の自由なんだって。そのあたりはイギリスっぽいわよね。なんだかうちの子たちが小さい頃を思い出すね。そうね、あっという間に大きくなるのよね。かわいい。みんな熱心な読書家なんだね。うんうん、本を読む決まりなの。歌う前に喉を使わないようにするためだって。どうしてもおしゃべりしちゃうから。君も見習うべきだね。え？どういう意味？お、そろそろ練習が始まるのかな。いよいよね。私実はまだコンサートには行ったことないから、彼らの生声は初めてなの。楽しみ。練習が始まる前は意外とリラックスした雰囲気なんだね。みんな仲が良さそう。人気合唱団も普段は普通の子供たちなのね。さあ、いよいよ始まるみたいだね。なんだかドキドキしてきたわ。素晴らしかったわ。声変わり前だからこそ出せる天使の歌声だね。
あれ、何か着てるけど前後ろが逆みたいだよ。これは服を汚さないようにするのと喉を温めるためなんですって。へー、ふざけてやってるのかと思ったよ。どんなことにもちゃんと意味があるんだね。二人はどこに向かってるのかな。練習の後はいつも下の階でお茶するんですって。こうしてみるとやっぱり普通の子供たちなんだね。ちょっとお話聞いてみようかしら。ねえ、歌の他に習い事はしているの？Most of our hobbies, actually. A lot of us play sport. A lot of us do music of our own, like play instruments. Like I play the clarinet and the guitar and stuff. And just other things like that. School. Enjoy myself. I don't know. I probably listen to music. A lot of us like music. A lot of us, because this sets you in the path of like music. He's cheeky. He's very cheeky. His smile is very cheeky. リベラ、どうだった？君が夢中になるのもわかる気がするよ。今度彼らが来日した時にはコンサートに行きましょうよ。そうだね。